がりません。二人とも気絶しているのでしょうか。バハートさん、ソフィアちゃんの攻撃と同時に顔に蹴りを入れたわね。でもそこまで重傷かな。見たら顔が少し赤くなってるくらいで内出血すらしてないけど。おそらく蹴りを入れたのはいいけど、ソフィアちゃんのモーションキルの勢いのせいで蹴りの威力が何割か持っていかれたんでしょうね。あとはソフィアちゃん次第だと思うけど、立ち上がったー。バハート戦士、バハート戦士が立ったー。あれだけダメージを受けてもなお立ち上がるのかー。エミエル、もう意識がないのね。ならせめて見届ける。二人の結果を。ソフィア選手も立ち上がった。ですがすごく泣いています。どうしたのでしょうか。すごく痛そうな顔。我慢してるのに泣いてるじゃん。ソフィアは痛みに弱いですからね。私よりも。両者が立った以上試合は継続となります。ごめん。届かなかったみたい。開いた？重たい。ソフィアさん。なんで？とりあえずどいて、あと勢いよく倒れないで、頭から行ったら大怪我しちゃうでしょ。ただでさえ重傷なのに。バハート選手サイドダウン、ですがソフィア選手がかばった。これは、これは、今はこれだけ言っておくよ。すごく楽しかった。また私と遊んでね、バハートちゃん。そんなしかめっ面で言うセリフじゃないでしょ。そうね、ソフィアちゃんと戦ってたら私も何か成長できそうだし、次の機会があればお願いするわ。エミエルと一緒に。ね。バハート選手が立ち上がらない。これは、決着。準々決勝第2試合勝者、ソフィア選手。バハちゃーん、あとちょっとだったのに。ここのスマホを持っている君、プール内にカメラ類を持ち込むな。事務所まで来なさい。バハートにとって何かを得られた試合になったのなら、この負けが今後の財産になるだろうな。いい試合だった。どこか俺たちの次を担う新時代を感じさせてくれる試合だった。確信に変わった。これから今の問題を解決していくのは新世代の奴らだ。俺の計画も早く進めないとな。肩を痛い。バハートちゃんが私の顔蹴ったー。つま先部分の靴が当たったー。おーよしよし、痛かったなー。それにしてもソフィアにしてはかなり攻めたね。そんなに楽しかった。その前に早くミエル呼んで。もうすっごく重傷だからね。早く治してね。あと、傷が残らないようにね。お金の顔に傷がつくのは乙女生命に関わるんだからね。引きずってるだけなんだけどなー。なんかすごく子供っぽいんだね。まあ、それでもその無邪気さがソフィアちゃんのいいところだしね。それにしてもやっぱりソフィアちゃんか。これは世界最強の女って称号を得るためにもう父さんとパパをボコボコにしないといけないわね。私1回戦からずっとだけど、身内としか当たってないのよね。1回戦は桜花だし、2回戦はメリアちゃんだし、3回戦はお父さんだし、準決勝はきっとパパが来るし、決勝はソフィアちゃんだし。お父さんはともかく、パパとソフィアちゃんはそこまで勝ち上がること前提なんだね。当たり前よ。仲間の勝利を信じない奴がどこにいるかって話よ。あれ、ネル、メリア知らない？カングリーレルナ主様、今メリアは密会中だ。主様にバレないようにこっそり出て行ったからな。そのよからぬことをしているみたいな言い回しはやめなさい。まあ、メリアのことは信頼してるし、何かやってるんだろうさ。主様が思ってるほど穏便な気配ではなかったかな。自分の価値は見出せましたか？メリアさん。よく頑張りましたね。とりあえずミエルのところに行きましょう。ちょっと、今私気で汚いのに。いいですよ、言ったじゃないですか。ご主人の従属に入る気があるならご協力しますって。そう？だから一人でここまで来たのね。はい、私は今回の試合でバハートさんの価値がはっきりしましたので、こうやって勧誘に来ました。以前から言っていたご主人の従属を地球防衛軍と擁立してもらう。私はもうバハートさんが試合で負けた以上、次のステップに進めたいのです。そのためにも今ここであなたはすぐにでもご主人の元に行ってもらわないと困るのですよ。行動が早いのね。試合終わってまだ数分しか経ってないのに。当然です。次はご主人の試合ですよ。ほら、行きますよ。あ、バハートちゃんお疲れー。すごく楽しかったねー。ミエル、もうソフィアはいいのでバハートさんの治療をお願いします。こら、メリア、私はいいってどういうこと？私だって怪我人だもん。ちょっと吸った程度でしょう。それだけでどれだけミエル独占するつもりですか。さすがのミエルも直すところがありませんよ。あるもん、能力使いすぎて筋肉痛になるかもだもん。待ってから言いなさい。試合終わりだっていうのに、変わらないわね、あの子は。そうだね、自分を強く持っている人は個性が強いね。直すために服脱いでほしいからとりあえず昨日と同じ治療室に行こう。わかったわ。俺が運ぶよ、ミエル。主様、次試合なのに大丈夫なの？いや、なんか運営から連絡って、残り2試合は午後に回したいから昼休憩の後から始めるらしい。
運営もまさかここまで早くに試合が終わると思ってなかったんだろうね。今は11時だから少なくとも2時間は暇だよ。それに、バハートさんには感謝してるんだ。ソフィアとあんなに張り合ってくれたこと、あんなに戦闘で楽しそうにしているソフィアは初めて見たよ。初めてなの？ああ、俺たち相手でも退屈そうにしてたからね。それどころかいたずら感覚で俺たちをもてあそんでたくらいだ。だからあそこまで楽しんでいるソフィアは見てて俺もヒヤヒヤしたけど嬉しかったんだ。どうか、今度も遊び相手になってくれ。バハートさんなら歓迎だよ。すごい、私から押してもどんどん引いてたのに、今はパトくん自ら私に寄り添ってくれる。しかもお姫様脱穀地で。バハートちゃん、大丈夫？うん、お互い負けちゃったね。でもすごかったよ。ソフィアちゃん相手にあそこまで戦えた人見たことないもん。やっぱりハクちゃんもそういう感想なんだね。言ったろ、苦労してんだから。ほら、今から含む分だからパトくんは外に出てて、見たいなら見てもいいけど、高くつくわよ。それじゃあハク、バハートさんを頼むな。俺は試合の準備をするから。うん、パトくんも。リベンジ。頑張ってね。ああ、しっかり頑張るよ。アランさんに俺の成長を見せつけたいしな。パトくん。昨日私が話したこと、ぜひ参考にしてね。いきなり立っちゃダメだよ。ああ、しっかり参考にさせてもらうよ。バハートさんもしっかり絆をしてね。俺の従属になることを決めたんだろ。メディアの期待に応えるのは大変だぞ。今日終わったらまた俺たちのところに帰ってきなよ。アイドル相手にその余裕、さすがだね。私が惚れた男性はある意味大物かもね。わかった、それじゃあ買ってきてね。それ以外の報告はいらないから。厳しいアイドルさんだ。日頃の成功者の意識の高さには頭が上がらないな。行ってくる。そっか、パト君はそっと後押ししてあげたらたくさん寄り添ってくれるんだ。メリアさんの言う通り、押しっぱなしの私だったらパト君は振り向いてもくれなかったな。パト君のこと、ちょっとわかった。互いに対等を求めるタイプなのね。よくわかったわ。ほら、今度こそ直すよ。早く脱いで。この血まみれの服はもうダメだね。主様にこういう衣服とか復元してくれること契約してもらわないとな。まったく、バハートさんより、エニエルの方が重症なんだから、この治療かなり時間かかるよ。まったく。この試合で敗北したバハートだが、ここからのバハートは今までにないほどの急激な成長を見せるようになった。これが世代交代、天の絵放火からバハートへの交代の瞬間だった。あれ、二人とも結局来たのか。耳が予感だとつまらないからってうるさくて、お留守番とか面倒やわ。残っとるやつ全員温厚なやつばっかやし。そうかいそうかい、なら一緒に昼するぞ。迷子になられても困るからな。主がどうしても言うならしゃあないな。肉以外食べんて。好き嫌いしたら成長しないよ。そうだぞ、強くなるためにはどんなものでも食べることから始まるんだぞ。お肉が野菜食べたら格好つかんやろ。どうせミガドルエデンでは雑草くらいしか食べてなかっただろうに。なんで知ってるんや。誰かから聞いたんか。いや、ただの勘。おお、耳そうなら今日もいっぱい食べろ。育ち盛りだからな。ある程度栄養が偏っても大丈夫さ。ほんまか、主に日本はなしやで。食へのプライドだけはないんだね。ソフィア、一緒にご飯行こう。うん、いっぱい頭使ったからお腹空いたよ。そういえばさっきの話だけど、結構好戦的だったけど楽しかった。うん、すっごく楽しかった。また遊びたいね。また遊べるよ、バハートさんもそれを求めてるし。うん。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。